駅前中盤電駅は、大分県大分市大和中盤電にある、九州旅客鉄道法比本線の駅である。駅名の中盤電は1875年に成立した中盤田村に由来するものである。古くは、上平年間に編纂された和名王賞に、半太里という地名が見えるが、半太里の所在地は不明であり、現行地名との関係には、諸説がある。 カラハシさんの文語国史及び千尺文語風土記では現在の判伝を半太里に否定しているが井上道康は文語風土記信仰において中盤田村という村名は半太里にちなんで新しく付けられたものであるとしている1954年頃には蒸気機関車が1日に14本止まり利用者は約3000人に上った駅周辺には 映画館や商店が並んでいたという。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅舎とホームは湖泉橋で連絡している。大分駅から東駅止まりの列車が1時間に1本程度ある。線路は駅付近で大きく曲がっており、これに沿ってホームもカーブしている。これは当初の計画では大分方面から直進して大野川を越え、その運安を通る予定であったが、 反対運動によって、コースを大の川下岸に変更したためとされる。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、マルスは設置されておらず、ポス端末が設置されている。自動券売機が設置されている。IC カード守護家は、無記名式のみ発売している。守護家は当駅より、文後武田方面では、日大津駅までは、 対象外となっているが、日号津駅まで途中下車しない限り、熊本方面へは、特例として利用することができる。当初は2018年3月17日に当駅、多機能駅間に、駅遠隔案内システム、アンサーを導入した上で当駅を無人化する予定であったが、当駅マイナス時期小駅間に関しては、アンサー導入は見送られた。JR 九州は、 駅のバリアフリー工事の進展状況やアンサー導入駅の利用状況を踏まえた上で、当駅にもアンサー導入を検討するとしている。2019年度の1日平均乗車人員は842人である。駅の周囲は低層住宅が並ぶ住宅街である。駅からやや離れて国道10号の旧道が通っており、旧道沿いは 古くからの地区の中心部で小規模な商店が立ち並んでいる。その先には現在の国道10号がほぼ並行して走り、近年は国道10号沿いに商業施設の集積が進んでいる。国道10号からは当駅の近くで大分南、バイパスが分岐している。地区内の丘陵地には住宅団地が開発されており、人口増が著しい 九州旅客鉄道法費本線普通竹中駅、中盤電駅大分大学前駅。ありがとうございます。